と激辛ジョニース今日もみんなの尻火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今宵は石神井駅にあるラーメン六ハウスさんにやってまいりました。こちらはですね、激辛ラーメンがあるということでチャレンジできるということで、ね、今回やってまいりました。でですね、お店の最高記録が、辛さレベル7ということでね、今回辛さレベルマックス10に挑戦していきたいと思います。そしてなんと今回はスペシャルゲストをお呼びしています。ドンチョンマックス鈴木です。おはじめまして、よろしくお願いします。どうもマックス鈴木です。ここの毛根をここに移しちゃった、ドン。やったありがとうございます。今回はそうなんですね、サムライイーティングというチャンネルで今今回コラボさせていただくんですけど、これなんですか、このサムライイーティングというチャンネルは。これちょっとじゃあ僕メインチャンネルとこのサムライと2つやってるんですけど、はい、こっちのサムライティングの方は海外の視聴者さん向けの、どっちかというとこう日本の文化だったり食だったりとかっていうのを海外に発信する用の、っていう体の自己満ですね、はい、おー自己満と、はい、自己満ただ遊んでるだけです、はい、遊びかいと、遊びです、はい、バトルですよね。お激辛バトル、お激辛巌流島ですかこれ。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、はい、まあちょっとそんな感じで、はい、今日はちょっと胸を借り詰めでよろしくお願いします。どうぞ、はい、お願いします。それでは行きましょう、レッツゴー。今回ですね、この激辛味噌ラーメンですね、10辛を挑戦するんですけども、本来であればちょっとルールがあるんですけども、ちょっとルールの方をちょっとお伺いしたいなと思います。ルールはですね、はい、一応今回は特別に、10辛っていうことをやらせていただきますけども、はい、最初はいきなり来られて10辛とか食べられると、はい、結構びっくりしちゃうんで、まあ、3辛とか5辛を食べた方は、はいはい、チャレンジメニューとして10辛以上ですか、11辛とかを食べきった場合無料という形を取らせていただきます。だから20杯入れちゃいますよ。おーいきますよ、はい、中に唐辛子が入ってるみたいですね、これらしいですね。でもなんかパッと見なんか辛味噌ラーメンみたいな。確かに美味しそうですね。美味しそうですよ、これ身が10本入ってるんですよ、これ。でもこれを食べきれば、はい、お店の新記録作れるんですもんね。本当ですよ。そうです。しかもなおかつ、僕個人的には、はい、ジョギさんより早く食えば YouTube 界の激辛は俺らもない。やべー、それは阻止する。そしてでも阻止する。負けねえ、俺はいつでも行けるぞ。誰がいつすんだ。誰がいつすんだ。カウントダウンができます。カウントダウンができますよ。はい、じゃあ5、4、3、2、1スタート。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ爽快者が絡みついて、いきます。だいぶパンチ効いてますね。なりますね。あ、しかしこの味噌の旨味がじわっと広がりますけど、美味しい。今なぜだともう一本だけ吸った。まだ取ってないっす。早い早い早い。お仕事行っていいですか。はい。ギブ。さっきの勢いどこ行ったんですか。ギブ。早いですよ。これワンちゃんとかやっべえマジで。いや確かに辛い、これ。これやだ、これダメなやつだ。これね、ダメなやつ、本当にダメなやつ、本当にダメなやつ。結構粉末の唐辛子入ってましたからね。ダメですよこれ。粉末の辛い。俺は知っている、水を飲んじゃいけないということ。これ辛い。やばい、本当にやばいと思う。この辛さをすすれるのは、ご主人もなかなか。いやいやいや、もう初めてですもん、こんな辛いのか。
もうマジで怪我してる感じで、火傷みたいな感じ。あ、でも麺いってるじゃないですか。とりあえず、僕の作戦としては、はい、ベロに乗っけない。なるほど。もう直で、ボタンスライダー。さすが。これ、すすれるっていうのは、これ、理解ができないんだよ、まず。なんなら、なんか、本当に、なんか、忙しい時のサラリーマンの立ち並みに、ここ、新橋。身食べました。これ絶対やばいですよ。これ食べたらこの後何食べてもめちゃくちゃ辛いと思いますけど、じゃあちょっと行ってみましょうか。これ行きます。マジで行くんですか。ああ、やばい、もうだってリアルに汗かいてるもん、ジョニーさん。いや、スープきついな。ああ、本当に重たいけど、飲んだらもっときつい。ここは耐えよう、ここは耐えよう、ここは耐えよう。ほぼほぼ麺は終わったんですけど、あ、でももう辛いわ。こっからですよ、スープですね。これはスープ単位も今回のルーツですが、私1回読んだんだけどな。スープ進めるのすごい。ああ、ニンニクも入ってますね。そうです。あ、やっぱり香ばしい。あ、味わかります。あ、僕わかります。辛さの向こう側に旨味が。おー、すごい。旨味なんかねえよ。これは本当に辛くて美味しいです。本当にただスーパーきついですけど、これ。いや、そうです。大丈夫ですか。あれ本当にいいの、マジで。多分ガチっすね。おかしい。そうだっすか。やっぱ身がきますね。ちょっと身一本食べてみます。悪魔のさせ。どっちですか。あ、赤い方。結構ちょっと。ハンカチリぐらい。やっぱ食べれば食べるほど激辛って強くなりますから。あ、なるほど。このトレーニングだと思って。戻しちゃったよ。失礼いたしました。手が震えてきた。やばいです。いや、でも、まあ、無理しないように無理してください。無理やすよ。これあれだ、あの、この辺の感覚がなくなってきてる。髪の毛が生えてるんじゃない。頭が痛い、後頭が痛い、後頭が痛い。そろそろ10分経過です。あと10分以内に。そうです、今回はルールとして20分の制限時間として設定させていただくので、半分でございます。これガチっすね、バックさん。これ多分ガチだ。確かに僕も辛いっすよ、マジで辛いっす、本当に。大食い侍。なんでこんなも同じポーズするんですか。いいな。生まれたての鹿じゃないんだよ。乳酸菌ください。無理です、僕は。じゃあギブアップ宣言ですか。ギブアップ、じゃあマックス鈴木さん、ギブアップで。無理で。まあ、あまりこう無理は。そうですね、無理した。チャーシュー美味しいですか。肉汁が。いや、信じらんねえ、マジかよ。これすごいっすよ。あ、え、もう終わる。終わります。はや。うわ、ほんとマジで信じらんねえ。見てるのも強いよ、俺。さっきはマックス祭のカメラでずっと僕ジョニーさんのことです。だから、これがもうあれですよ、激辛のプロですね。これはもうジョニーイーティングに改名じゃないですか。今まで皆さんありがとうございます。サムライティングはジョニーイーティングです。じゃあ、見てください。あれ、え、ジョニーさんもう完食。うわごちそうさまでした。なんと15分経ってないです。すごい。15分経ってない。経ってないです。というわけで、終わったんですけども大丈夫ですか、マックスさん、鈴木さん。あ、もうこの通り、もう口の中が
辛くて喋れないということで、それでは早速じゃあ辛さライブの発表していきましょう。ラーメン六ハウスさんの激辛味噌ラーメン、辛さレベル辛さレベル7でーす。おめでとうございます。はい、いや非常にね、もう辛いタイの唐辛子をこう使ってるらしくて、非常にこうパンとこう突き刺すような辛さがあったんですけれども、味噌の風味が美味しく食べました。本当にうま辛な一品かなと思うんですけど、僕は激辛好きは、はい、大丈夫ですか、はい、喋れないということで、はい、はい、で今回あのコラボさせていただいた、マックス鈴木さんの、サムライイーティングのチャンネルは概要欄に貼り付けてますので、ぜひ、そちらの方チャンネル登録よろしくお願いしますということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Ha ha ha.